2015年12月23日、天皇誕生日です。今私は茨城県ひたちなか市虎塚古墳のところに来ています。こちらでは現在空間線量が見えますかね。ちょっと見づらいんですけど、まあ、0.16 マイクロシーベルト、0.16 マイクロシーベルトあります。若干空間線量が高めかなというところなんですけども、さらにこの内部まで入っていくと、線量が高いということなので、今から測定に行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。こちらに、この案内、この敷地内を案内する看板があります。埋蔵文化財調査センターで、こちらを見るとありましたね、虎塚古墳。ではね、この虎塚古墳の方に、今から行ってみたいと思います。こちらではさらに、空間線量が 0.17、 さっき 0.18 まで上がったんですけども、今上がってますね。先ほどより若干上がってきてます。それでは、虎塚古墳の方まで行ってみたいと思います。はい、もうこの辺で、線量がさらに上がりました。 0.26、 0.24、0.2 マイクロシーベルトを超えました。どうやらこの辺がホットスポットのようです。おそらくこの辺に堆積しているこの枯葉などに、かなり高濃度の放射性物質が沈着してるんじゃないかと思われます。ここら辺まで来るとちょっと下がりましたね。今 0.15 ぐらいまで下がりました。この辺が虎塚古墳なんでしょうか。ちょっとこの辺をいろいろ測ってみたいと思います。こちらがですね、虎塚古墳になります。春と秋の年2回に、こちらのものが公開、一般公開されるらしいんですけども、今はね公開の時期じゃないんで、入り口には鍵がかかっています。で、こちらの、空間線量は 0.16 から 0.17 マイクロシーベルト、 0.16 から 0.17 マイクロシーベルトです。あちらに見えるのが、カメラの向こうに見える、あちらのものが虎塚古墳です。あの周囲は 0.16 から 0.17 という空間線量で、それほど高くないといえば高くないんですが、原発事故以前と比べれば高くなっていると思います。そして、アクセス道路からこの虎塚古墳に向かう途中、こちらの、あたりが、空間線量が一部高くなります。まあ、この辺がホットスポットになってるんじゃないかと、思われます。この雑木林、この雑木林の、枯葉が堆積しているところに来ると、ご覧のように、線量が先ほどよりも上がっていきます。
3.3 ぐらいまで上がりましたね、先ほど。この辺はホットスポットになってるんでしょうか、線量が高いです。ちょっと抜けてくると線量が下がります。やはり枯葉が堆積しているところは線量がとても高いようです。